君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、鳴神学園七不思議続きをやっていきましょう。いよいよ残り3人になってしまいました。早いですね。進藤さん、福沢さん、ホスタさんで、ここまで来ると誰を最後にするかが結構重要になってくると思うんですよね。で、最後も今回持ってきたいのはね、一旦進藤さんにしたいなってちょっと思ってたりします。なんでホスタさんでいきましょうか。4話目、ホスタさん緊張する。それじゃあ僕の番ですね。僕ね、今日のこの回をとっても楽しみにしていたんですよ。坂上くんも楽しみにしてましたか？1、楽しみにしていた。2、特に気にしていない。3、あまり乗り気ではなかった。まあ本心は下ですよね。本心は下なんですけど、あの最初のね、プロローグの流れ的にね。楽しみにしていたって言ったら、でもさっきの話で嘘になっちゃうから、別にこの人には嘘ついても別に怒んなそうだけど、まあ、特に気にしてないにしようか。あれ？これは結構大きなイベントだと思いますけど。そういうこと言ってくる人だったか。少なくとも僕の中じゃ今月一番のイベントだと思いますけど。そうか、坂上くんはそんなに気にしていなかったのか。少し残念かも。それにしても新人目はどうしちゃったんでしょうかね。日野さんって普段はヘラヘラしていい加減に見えますけど、やることはきちんとやる人なんですけどね。絶対にちゃんと7人に声をかけてるはずなんですけど。となると7人目がすっぽかしたんですかね。そうだとしたらひどい人ですよね。迷惑するのは坂上くんなんですもんね。かわいそうに。あ、申し遅れました。僕はホスタ智春って言います。2年 C 組です。突然こんなことを聞いて変かもしれませんが、坂上くんって友達とかいますか？1、多い方。2、あまりいない。3、早く話を進めてください。ひどい。ひどい。あまりいないにします。え？そんなことないでしょう。坂上くんは僕よりよっぽど友達が多いと思いますよ。僕はあまり友達と呼べる人がいないから。そんな僕とは違うはずですよ、坂上くんは。でも人は見かけによらないからな。自分で言うくらいだから、本当に坂上くんは友達が少ないのかも。なんか今回のホスタさんはなんかなんだろうな。ちょっと違う感じがするな。でも心配することないですよ。僕って太ってるでしょ。いいんですよ、みんなに言われてますから。僕自分がデブなことなんか少しも気にしてませんよ。当たり前じゃないですか。気にしているのなら痩せればいいだけのことですから。でもね、痩せられないもんなんですよ。体質って言うんですか？僕だってね、これでもダイエットっていうやつを試してみたんですよ。絶食したんです。なのにダメでした。どうしても我慢できなくて、食べちゃうんですよ。それにジュースも好きだし、汗っかきなんですよ。だからすぐに喉が渇いちゃって、水分が欲しくなっちゃうんです。お茶を飲めばいいでしょう。でもジュースの方が美味しいものね。いいんです。ほっといてくださいよ。少しも気にしてないんですから。いやでも絶食してるのは、だって気にしてないと絶食しないでしょ。それで一気にやっちゃうからね、良くないんですよね。それにみんながデブデブって言うし、言わない人も目を見ればわかるし、もう慣れちゃいました。これ本当は気にしてるパターンな気がしますね。名前がホスタなのに体はデブだって小学生の頃からからかわれていましたから、もうすごいいっぱい出てくるよ。どんどん出てくるじゃん。そうなんですよ。僕小学生の頃から太っていたんですよね。体質なんですよ、体質。かっこだからしょうがないですよねって見える。着るものにも苦労します。みんなが服を選ぶときに色とかデザインとか気にするでしょう。でも僕はそういうのって無縁なんです。デザインなんかどうでもいい。僕の体に合う服を探すことの方が難しいです。だからいつの間にか普通の店に行くことはできなくなりました。それでも捨てる神あれば拾う神ありです。L サイズ専門店ってあるでしょう。僕のためにあるような店ですよ。坂上くん、行ったことあります？嫌ですよ、そういう店に入るの。僕みたいな人がたくさんいて、なんだか心苦しくなってしまいます。でも今ではすっかり慣れましたけどね。デブだって生きてるんです。気にしてなんかしませんよ。痩せている人が羨ましいなんて思いませんよ。僕から言わせれば、デブな人のことをバカにする人の方がかわいそうですよ。心がひねくれてますもんな。このまま話終わっちゃいそうだな。でも坂上くんっていい人みたいですね。ええ、僕にはわかりますよ。僕ね、霊感が鋭いんです。それでなんていうのかな、ビビンって感じるんですよ。坂上くんって僕と同種の人間だと思いますよ。ええ、感じるんですよ。なんて言えばいいのか、うまく説明できませんけど。
すいません、僕は口下手なもんで、面白い冗談とかも言えないんですよ。僕が冗談を言ってもみんな笑ってくれないし。しらけるって言うんですか、タイミングもずれてるみたいなんです。みんなが笑い終わった後にようやくおかしくなってくるんですこんな卑屈だったかな太っているから鈍いんじゃありませんよ、性格なんです。でも口下手な僕だって霊感は鋭いんです。わかるんですよ、霊が。不思議なもんでね、得意体質なんです。太ってることがじゃないですよ、霊感が強いってことですからね。でもなんで太ってるんですかね知らねえよもう何なんだよずっと太ってる話し始めるじゃん体を動かすのが辛いから、おのずと動かなくなってくる。だから太る。それで余計に動けなくなる。繰り返しですよね。動かないから太ったのか、太ったから動かなくなったのか、やっぱり動かないから太るのか。まるで鶏と卵はどっちが先かって話に似てますよね。ははは。ああ、面白い。もちろん太ってることと霊感が強いこととは関係ないかもしれません。でもね、霊感が強いのは事実なんです。今までに何度も幽霊って見てますから。いますよ、幽霊。なんだか僕に見られたくて出てきてくれているような気がして、嬉しくさえ覚えたりするんですよ。本当ですよ、幽霊っていますよ。金縛りにもよく会います。寝ているとね、突然うなされるんです。悪い夢を見てるんじゃありませんよ。夢も見ていないのにうなされるんですよ。それでね、不思議なことにうなされている自分がわかるんです。面白いでしょ。で、目を開けてみる。体は動かないですけどね、意識ははっきりしてるんですよ。僕もね、小学生の時何回かね、金縛りあってすごい怖い思いをした。当時なんてね、お化け怖い時期なんで。普段起きている時よりも敏感なくらいじゃないんですかね、針の落ちる音だって聞き分けられるほどにはっきりとしてるんです。なのに体は動かない。最初は怖かったですよ。自分の体がどうかしてしまったんじゃないかって思ってドキドキしました。それでね、いろんなものを見るんです。胸の上に見ず知らずのおばあさんが座っていることもありました。怖い顔をした人間の顔がいくつも天井にあたりをぐるぐる回っていることもありました。何人もの赤ん坊がハイハイしながら僕の枕元を行ったり来たりしていることもありました。でも怖くないです。本当ですよ、慣れるとちっとも怖くないんだ。嘘じゃない、信じてくださいよ、信じて。それくらい不思議な体験をしてるってことが言いたいんですよ。何も坂上くんのことを怖がらせようと思ってるんじゃありません。僕はね、僕の言いたいことを坂上くんに理解してほしいだけなんです。だって僕ね、坂上くんが他人のような気がしないんですよ。なんていうのかな、前から知っていたというか、兄弟みたいに思えるんです。兄弟どころか双子みたいにさえ思えてしまう。もちろん今までに会ったことなんかないですよ。少なくとも僕の記憶にはありません。でもね、今とても嬉しいんです。これが運命というんでしょうね。坂上くんと僕が出会うことは運命だったんですよ。僕ね、君と仲良くできると思うんです。絶対に友達に、いや友達以上の関係になれると思うんです。僕友達少ないんです。少ないどころか本当の友達なんて一人もいないかもしれない。でもね、君とは友達になれる。だって同じものを感じるんだもの。そうでしょう、坂上くんもそれを感じてるはずですよ。感じていなきゃ嘘だ。これからはいい友達になりましょうね。親友を超えたベストフレンドに。なんか照れちゃうな、はは。今日の僕はどうかしているのかもしれない。話していることが尻滅裂ですか。そんなことないですよね。ああ、でも尻滅裂っぽいから、なんかそういう風になっちゃう回っていうことなのかな。だからなんかちょっと違う感じがするんですかね。でも僕は緊張しているのかもしれない。だって心臓の音が自分で聞こえるほどですから。それくらい僕にとって今日は運命の日なんですよ。ねえ坂上くん、坂上くんも霊感って強いんじゃないですか。そんな気がするんですよ。だから僕は今こんな話をしてるんです。ね、そうでしょう。きっと幽霊とか見たことあるでしょう。見たことないなんて言わせませんよ。もし本当に見たことないなら、単に気づいてないだけですよ。坂上くんの周りにはたくさんの霊がいますよ。坂上くん、いつも幽霊と一緒に行動しているのがわかりませんか。でも大丈夫、何も悪いことをするわけじゃないから。霊を呼ぶ体質なんでしょうね。それだけのことですよ。それにもうすぐ幽霊を見られるようになると思いますよ。いや、もう見てるのかもしれないな、自分が気づかないだけで。僕の話嫌ですか。そんなことないですよね。
僕と友達になってくれるでしょう。いやいや、そんなこと聞いちゃ失礼だな。もう友達だものね。それでね、霊感の話だけれど、やっぱり霊を感じる場所ってあるんですよ。それも体質っていうんですか。お墓に行くと、よく幽霊を見てしまう人もいれば、病院で見てしまう人もいる。もちろんどこにいてもある程度は感じてしまうんですけれど、特に強く感じるってことですよ。それでね、僕の場合、それがトイレなんです。お、トイレの話だ。10分かかった、ここに来るまでに。あははは、面白いでしょ。よりによってトイレなんてね。でもそうなんだから仕方ないです。トイレにもね、幽霊っているんですよ。不思議ですよね。大体は自爆霊だと思うんですけれどね。どうしてトイレなんかに固執するんでしょうか。トイレは個室だから固執している。なんてね。すいませんね。面白くないですよね。僕の冗談ってこんななんですよ。でもつまらないと分かっていても、ついつい冗談を言ってしまう。だって人間ならば、誰だって少しはみんなの人気者になりたいと思っているでしょう。僕はそうですよ。もちろん今の自分に不満があるわけじゃないけれど、やっぱり注目されればいい気持ちでしょう。坂上くんもそうじゃありませんか。それでトイレの話ですけれど、トイレにいる霊っていうのはあんまり性質が悪いのはいませんね。もともとどうしてトイレにいるのか、彼ら自身でさえ分かっていないんじゃないですかね。でも時々はいますよ。たちの悪いのが。そういうのってどうしてトイレにいるんでしょうね。やっぱりそこにトイレがある前から取り付いていたんでしょうね。トイレの前はそこにお墓があったとか。はは、そんなことあるわけないか。お墓の上にトイレを建てたなんて話、聞いたことありませんもんね。でも全然ありそうですよね。でもね、性質たちの悪い霊が取り付いているトイレには僕は入りませんよ。だって呪われたら怖いでしょ。それは僕だって嫌ですよ。幽霊を見ることが平気だと言っても、呪われるのは絶対に怖い。そういうもんでしょう。僕の話、退屈ですか？1、正直退屈です。2、面白いですよ。うわ、どうしよう、これ。この卑屈モードで退屈ですって言ったらもう、爆発しちゃうんじゃないの？わかんないけど。そうだな、爆発しちゃうんじゃないの？面白いって言ってみようか。面白いって言ってもなんか同じ調子が続きそうですね。どうする？正直に。言っちゃう？いや、ここまで聞いてる視聴者さんからしたらどう思うんでしょうね。だって10分間。10分経ってやっとトイレの話行ったと思ったらここで小休止入るっていう。いやでも退屈って言うと終わっちゃいそうなんで、トイレの話続けてもらうために面白いですよって言ってみますか。はい。あ、面白いですか。そうですか。それは良かった。僕もここに来た甲斐がありました。ごめんなさいね、つまらないことを聞いてしまって。なんかそんな気がしたもんで。気配りって大切だと思うんで。人間一人では生きていけませんから、みんなで助け合って生きていきましょう。急に前向き。だから僕ね、人に気を使うの好きなんです。おせっかいだと思いませんよ。人のことを考えて、人のために世話をしてあげるのは人間として当然のことですから。でも皆さん退屈そうですね。僕の話がつまらないんですね。すいませんね。でも我慢してくださいね。僕がこんな話をしているのも全てこれから話す話のためなんですよ。これから僕が話すのは僕が体験した話なんです。だからもしかしたらあれですね、僕がオリジナル版とかの記憶と極めの記憶しかないからで、ホスさんはこういうキャラにだんだんなっていってたのかもしれないですね。僕の知らないアパシー版で。ええ、そうなんです。それじゃあそろそろ話しましょうか。坂上くん、お待たせいたしました。僕が話すのはトイレにまつわる話なんです。すいません、もう13分以上、14分ぐらい経ってるんですけどね。あれは僕が2年生になってすぐのことでした。僕ね、実を言うとトイレって結構好きなんです。だってトイレにいれば一人きりじゃないですか。外の世界に出れば人と接しなければならない。でもトイレにいる限りは誰にも邪魔されない。たった一人で自分だけの時間を楽しむことができる。それに用を足せば気持ちよくなれるでしょう。特に我慢してた時なんか一気に出すとすっきり爽快。僕はね、それ以上の快感なんてないと思いますよ。だからトイレって幸せでいっぱいですよね。そういうわけで、僕はトイレが大好きです。あ、なんかすごいホスタさん感が強い。だから霊なんて見てしまうんでしょうか。あまりに幸せな僕を懲らしめるために、神様がちょっとしたいたずらをして、そんな能力を授けてしまったんでしょうか。だったら神様ってひどい人ですよね。でもいいんです。それでも僕は楽しいから。でね、この学校のトイレなんですけれど、
霊がいるんですよ。坂上くんはどう思います？この学校のトイレに霊を感じますか？1、感じます。2、感じません。まあ、見た感じ白いもやかかってるから、これをこれを霊と感じるっていうことでいいのかな。まあ、特に僕は感じません。そうですか、感じないんですか。残念だな。坂上くんならきっと感じてくれると思ったのに。こんなこと言うと変に思われそうですけど、別にこの学校のトイレだけに霊が出るわけじゃありませんよ。どんなトイレでも大抵のトイレならばいますから。そうなんだ。逆に霊がいないトイレを見つけることの方が難しいくらいで。だからこの学校が別に変なわけじゃありませんよ。特別というわけじゃないんです。でもね、別の意味で変なトイレが1個あるんですよ。そのトイレって不思議なんです。霊がいるとかそういった類じゃないんですよ。僕があんな感じを受けたのは初めてでした。なんていうのかな、こう、どう言っていいのか。ああ、僕ってボキャブラリーが少なくて、うまく言葉が浮かんでこない。なんて言えばいいのか。とにかく変なんです。とにかく異様な雰囲気が渦巻いてるんですよ。怖いっていうのじゃなくて、どちらかというと暖かいとか、それなのに冷たくて、ギスギスしていて、トゲトゲしくて、モコモコしていて、ブニョブニョしていて。不安になってくるのになぜか落ち着いてしまう。ね、変でしょ。そのトイレに入っていると不思議な感覚に襲われてしまうんですよ。もちろん僕が入れるんですから男子トイレですよ。僕が16年間生きていて初めて味わった体験ですからね。すごいことですよ。僕は男に生まれてよかったと心の底から思いましたよ。だってそうじゃないですか。僕が女性だったらあんな感覚を味わうことはできなかったんですからね。男って素敵です。うふうふ。あ、ごめんなさい。別に女性を軽視しているつもりはありません。女性も素敵だと思います。ああ、なんで僕こんなこと言っちゃうんだろう。失言失言。僕男女差別をするつもりはないですから。ええ、そのトイレっていうのは代をする方なんですけどね。ごめんなさいね、汚い話で。でも正直に言わないと話になりませんので。僕はなぜかそのトイレが気に入ってしまって、休み時間になるといつもそのトイレに入っていましたよ。別に用を足すわけでもないのにね。不思議なことになぜかそのトイレだけはいつも空いていました。誰に使われることもなく、まるで僕のためだけに用意されたようなトイレでしたよ。さっきも言ったけれど、僕には友達がいません。あ、今は坂上くんが友達ですよね。でもその時はいませんでしたから。それに体を動かすのが苦手でしょ。おまけに実を言うと勉強も苦手で、運動もできない、勉強もできない、気の利いた冗談も言えない。だから友達ができないのかもしれませんね。でも僕は平気でしたよ。寂しくなんかなかったですよ。だってそのトイレに行くと心が安らぐんですから。他の人は気づいていないようでした。僕だけが感じるようでしたよ。僕だけにトイレに潜む霊が見えて、他の人には何も見えないのと一緒なんでしょうね。だからね、僕は一人で優越感に浸っていました。どうして誰もこの秘密に気づかないのか不思議だと思いながら、誰にも取られたくないという気持ちでいっぱいでしたよ。それで僕が2年生になった時のことです。さっきも言いましたね、ごめんなさいね。僕は話が下手なもんで、いつものようにあのトイレに行きました。その時はちょっとナイーブになっていました。ちょっぴりどころじゃないですね、正直に言わないとね。ものすごく落ち込んでいましたよ。なんで落ち込んでいたかお話しますね。2年生のクラス替えの時、僕は神様に一つだけお願いをしたんです。1年の時、僕のことをいじめていた吉川虎之助くんと、星野元風くんとは、絶対に同じにクラスになりませんようにって。すごい名前ですね。かっこいい。でも神様って意地悪ですから、僕の願いは叶えられませんでした。僕をいじめることに快感を感じる吉川くんと星野くんと、また同じクラスになってしまったんですよ。クラス替えの発表の日なんかひどいもんでしたよ。ゲー、デブのホスだとまた一緒かよ。たまんねえぜ、クソ豚と一緒なんてよ。すんごい見た目の二人だな。星野くん眉毛ないね。眉毛ないですよね、これね。眉毛とまつ毛つながってるとかないですよね、これね。すごい、なあ、この左のこの、ね、眉毛の際のとこにこれはピアスつけてんのすごいな。なんてことを。
わざわざ僕に聞こえるように言って舌打ちをするんですよ。本当はまだ僕のことをいじめられるから嬉しいくせにね。でも僕、彼らは怖いから。僕は彼らにされるがままです。逆らって、もっとひどい目に遭うのは嫌ですもの。それに、僕にはトイレという心の拠り所がありますからね。それで大抵のいじめには慣れっこになっていました。僕は我慢して生きていけました。でもね、その日はちょっと違ったんです。その日だけはひどかったんですよ。僕を一度もトイレに行かせてくれなかったんです。僕がトイレを我慢するのを面白がって、一日中教室にいるよう命令したんです。僕大抵のことは我慢できますけれど、それはちょっとひどいと思いましたよ。排泄行為は人間が生きていくために、しなければならない行為じゃありませんか。犬や猫にだって我慢できないでしょう。それが本能というやつじゃないですか。それなのに命令するんです。ようホスター、お前が今日授業終わる前にトイレに行ったらぶっ殺すかんな。なんてこと。授業終わる前にトイレに行ったらぶっ殺されるんだ。てめえはよ、出すもん出しちゃってブクブク太るんだからよ。我慢してみろ。これはお前のために言ってやってんだぜ。根性なしのお前に根性を植え付けてやろうっていう、俺たちの心優しい配慮なんだ。感謝しろよ。そんなこと言われて感謝できますか？僕はね、顔ではニコニコ笑っていましたけれど、心の中では泣いていました。だっておもむろに嫌な顔をしたら殴られるんですから、殴られたら痛いでしょ。だから笑うしかないんですよ。でも文句を言っても言われるんですけど、笑っても文句を言われるんですけど。それでね、僕は我慢しましたよ。大好きなトイレにも行かず、彼らの命令を忠実に守りました。でも我慢すると言っても、一体どれくらい我慢できるもんでしょうか。それに、行くなと言われれば、なぜか行きたくなってしまうものですよ。自分では我慢しようと心がけているのに、なぜか心では行きたくなってしまう。尿意も催してくるし、便意まで催してくる。朝ちゃんと家でしてきたのに、それから何も食べてないのに、お尻のあたりがムズムズしてくるんです。人間の体って不思議なものですよね。でも命令ですから、僕は我慢しました。必死の思いで唇を噛みしめて耐え忍びましたよ。お二人のお許しが出て、トイレに行ければ一気に気持ちよくなるんですから。たくさん我慢すればそれだけで極上の快感を味わえるんですから。その時の楽しみと気持ちよさを想像しながら僕は頑張りました。なんか生々しくて嫌ですね。1時間目が終わった時は別に問題ありませんでしたし、2時間目が終わった時も大丈夫でした。でも3時間目の途中頃からちょっと変になってきて、来るぞ来るぞって予感はあったんですよ。それは霊感とは関係ありませんけどね。はは。でもまだ大丈夫でした。トイレに行きたいけれど我慢できないほどのことではありませんでしたから。そして4時間目が始まりました。4時間目は厳しかったですよ。4時間目の終わり頃には僕の体は震えが止まりませんでした。顔を真っ赤にしてブルブルと震えていました。いじめっ子の2人は僕のことが気になるのか、チラチラ様子を伺ってました。それで苦しそうな僕の顔を見て、痛い痛い薄笑いを浮かべていたんです。でも昼休みはもっと大変でした。2人はずっと僕のそばにいましたよ。もちろん彼らはトイレに行きますよ。でも2人一緒に行くことはありません。必ずどっちか1人が僕を監視してるんです。すごい厳重な体制じゃん。片方がトイレに行って戻ってくるでしょう。するとこう言うんです。あーさっぱりした。やっぱ食うもん食って出すもん出すとすっきりするぜ。そう言って僕の肩をポンポン叩くんですよ。お前何しかめっ面してんだよ。人生もっと楽しく生きようぜ、な。そんなことまで言って僕のお腹をぐいぐい押すんです。やめて。僕は口を開くと口から大きいのが出てしまいそうなほど苦しかったんですよ。それなのにお腹まで押されて我慢も限界になってしまって、それでも我慢してやっとのことだけでそれだけ言えたんです。でも彼らは腹を抱えて笑っていました。涙まで流して笑っていました。僕がどんなに苦しい思いをしているのか知らないで笑い物にしたんです。先っちょからおしっこが出そうになっても少しでも出たら我慢できないじゃないですか。あとは一気に漏らしちゃうじゃないですか。だから必死になりました。昼休みも終わって5時間目になっていました。もう地獄でした。僕は気が狂うかと思いました。もう何も考えられず、このまま死んでしまいたいと思いました。でも僕が苦しめば苦しむほど2人は喜ぶんです。本当にひどい奴らですよ。僕ってやっぱり根性がないんでしょうか。あと2時間我慢すれば解放されるというのに、
もう我慢の限界を完全に超えてしまったんですよ。僕が耐えきれず、完全に漏らしてしまったのは5時間目が終わる頃でした。悲しかったです。高校生ですよ。高校生にもなって、僕は授業中に漏らしてしまったんです。しかもおしっこだけじゃないんです。大きい方まで漏らしてしまったんですよ。みんなの見ている前で。排泄行為は誰にも見られずに一人でするから気持ちいいもんでしょう。まさに屈辱的でした。みんな嫌な顔しました。匂いもすごかったでしょうから。でもあの二人は喜びましたよ。くせえ、豚が糞を漏らしやがった。こいつ我慢しねえでトイレ行けよな。変態じゃねえの。ああ、そういうやついるんだ。いるんだよな。我慢してからすると気持ちいいからって、無理に我慢してそんで漏らしちまうバカ。そこの価値観一緒なんかい。おっと、ここにいました。自分たちでトイレに行くなと言っておきながら、僕が漏らしたらそんなことを言う。いじめっ子ってそういうもんですよね。僕は自分の白い目のお腹をかき分けながら、教室後にすると一目散にトイレに逃げ込みました。ええ、そうです。僕の大好きなトイレです。もう教室には戻れない。今頃教室ではみんなが僕のことを笑い物にしているはずです。一体どんな顔をして教室に戻ればいいんだろう。そしてなんて弁明すればいいんだろう。そんなことを考えれば考えるほど、やるせない気持ちでいっぱいになりました。僕は何度もため息をつきながら、あの教室の中でズボンを脱ぎました。ズボンもパンツもぐちゃぐちゃに汚れてて、もう履けませんでした。僕は泣きましたよ。トイレの中でオンオン声を出して泣きましたよ。本当にこのまま死んでしまえたら、どんなに楽になれるだろうか。そんなことを思うとね、なぜか涙が自然に出てきてしまうんです。どうして僕がいじめられるのか、太っていることがそんなに悪いことなのか、太っていることで僕が誰かに迷惑をかけたのか、誰も助けてくれないんですよ。みんないじめられっ子の僕を見て見ぬふりをして、黙って見ているんですから。さもいじめられている僕が悪いような顔をしてね。僕がみんなを憎んじゃいけないんです。でも悲しかったです。それで一生、このトイレの中から出なくて済むならいいなぁなんて思ってました。だからそのままトイレの中でじじっとしていたんです。不思議なもので、トイレが僕を慰めてくれているようでした。まるでトイレが僕を助けてくれているようでしたよ。もちろん話しかけてくるわけではありませんけれど、そのトイレが持つ異様な感覚が、その時の僕のナイーブな感覚とぴったりマッチしたとでも言うんでしょうか。まるで赤ん坊に戻ったような感覚に陥りました。母親の体内にいるような気持ちっていうんですか。ゆりかごの中で揺られているような、覚えてもいないのに温かくて懐かしい気持ちにさせられたんです。一体どれくらいの時間が経ったんでしょうか。時計がありませんでしたから、はっきりとした時間は覚えていません。授業の終わりと始まりを知らせるチャイムが鳴ったような気もします。ほんの数秒だったような気もしますし、丸一日が経ってしまった気もします。ああ。ホッサ君、ホッサ君。誰かがトイレのドアを激しく叩く音で、僕は我に帰りました。我に帰ると、不思議なことに、僕はパンツもズボンも履いていました。しかも漏らしたはずなのに、すっかり乾いていて汚れもきれいに取れていました。何が起こったんでしょうか。あれはすべて夢だったんでしょうか。ホッサ君、中にいるんだったら開けてくれ。ストの声は別に怒っているようには聞こえませんでした。なんだか僕のことをとても心配しているような優しい声でした。それで僕も思わずドアを開けてしまったんです。ドアのストには担任の稲垣先生が一人で立っていました。先生は僕の顔を見ると安心したように、ほっとため息を漏らしましたよ。いやー、ホッサ君、いつまでも戻ってこないから先生は心配してしまったよ。先生はてっきり君が保健室に行ったものだとばかり思っていたから、学校中のトイレを探してしまった。先生は嬉しそうに僕の肩を叩きました。さあ、教室に戻ろう。そう言って僕をトイレから連れ出したんです。今まで僕は先生にそうやって優しい言葉をかけてもらったことがありませんでしたから、びっくりしましたよ。いつも僕を煙たがっているのは態度から感じ取れましたからね。相当僕のことを嫌っていたんでしょうね。なのに今は安心したように優しくニコニコ笑っている。よほど気を使っていたんでしょうか。あんなことがあったから僕が苦にして自殺するでもするとでも思ったんでしょうね。生徒が自殺すれば責任を取らされるのは先生でしょう。きっと怖かったんじゃないかな。でも先生に優しくされるのは悪い気はしないもんです。
本来なら逃げ出してしまうところだけど、先生が妙に優しかったから僕は教室に戻れました。それでも怖かったのは事実です。教室に入ると、みんながどんな顔をするか不安で仕方がありませんでした。ところがどうです。教室で僕を出迎えてくれたのは、みんなの温かい視線だったんです。